ヒカキン TV Every day ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。僕がちっちゃい頃から大好きなアイス、スーパーカップ。値段の割に味もいいし量も多いし、あとなんかこう手作りデザートとかにも使いやすいんですよ。でちっちゃい頃から食べてるけど、今回ねこのスーパーカップのパワーアップバージョン出たので、今日は食べてみたいと思います。それがこちら、スーパーカップスイーツ。もうパッと見スーパーカップじゃないな、これは。スーパーカップスウィート、3層になってんのかな、これ。いちごショートケーキだ。ほら、こんな風になってるっぽいんですよ。これはうまい。で、価格なんですが、普通のスーパーカップって確か120〜130円くらいだよね。こっちは220円。結構いい値段する。これはハードルを上げてきましたね。それではぶった切ります。いきます。つうか、この包丁汚いな、なんかなんか色が染みちゃってる。ただね、ちゃんと洗ってありますからね。さあ、行きましょう。せーの、真っ二つ。なんという硬さなんだ。若干入ってきた。よし。くそ。そっか、確かフィルムもあるんだよね。おー、きた、きた。せーの、クリア。浮き飛んでった。よし、完全に下まで行きました。ほら、おー、きた、きました。それでは断面を見てみましょう。せーの、はっ、うおー、ちょっと溶けてきてるけど、あー、本当に3層になっている。うまそう。うまそう。溶ける前に食べましょう。うん、めちゃくちゃうまそうだよ、これ。それではいただきます。じゃあこれ混ぜて食べましょう。この辺こうやって、うおー、ちょっと待っていただきます。うん、なんかクッキーみたいなの入ってるぞ、これ。そしてこの黄色い部分は普通のスーパーカップと変わんないのかな、これ。いや、ちょっと違う気がするな。なんか白いところのクリームはちょっとヨーグルトではないけど、なんか口当たりとか雰囲気的にはヨーグルトっぽい感じだね。で、下はもうクッキークリーム、クッキーっぽい味がするクリームだね。まあ、クッキーの主張が強い。全部混ぜて食べると、うん、バランスいい。結構いちごがね、酸っぱいんですけど、非常にバランスが取れてる。ごちそうさまでした。ブニョンニョン、トゥデイズヒカキンズポイント80! いちごと白いクリームと、黄色いクリーム、そしてクッキーとのバランスはすごく取れてて、もう一言で言うとすごく美味しいんですけど、あのね、普通のスーパーカップっぽさはあんまなかったんだよね。そう、勝つま220円だったので、まあ80点かな。まあ個人的にはね、もう少しこのスーパーカップっぽい味がなんか半分くらい残ってたらな、なんて思いました。このヒカキン TV、 ぜひぜひチャンネル登録お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブン、じゃんけんポン、バイ。